お、ちょ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 っと待って、ちょっと、ない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 、これこれこれ、どこいうときにパニックボタン連打、パニックボタン連打。ちょっとローラどうした。おお、なんかできた、やばい、ハサミだ。びっくりしたとよ。で、やっぱ出てきた、出てきた、ちょっと来た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 。ちょちょ、あれ、ちょっと待って、何何何何、え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、誰これ、誰これ、シザーマンじゃないし、誰。皆さんこんにちは、ワイワイラボの小野です。さて、この間ですね、プレイステーション版のクロックタワーを配信したんですけれどもね、こちらがね、楽しすぎてね、6時間超えのね、長時間配信になってしまいました。その中でですね、危険を回避するパニックボタンっていうのがね、あるんですけれども、これをね、押し間違えているところが結構あったんでね、デッドエンドがね、結構多く発生しています。なのでね、今回このデッドエンドと、あとね、名場面のね、まとめを編集してみました。よければ最後までお付き合いください。それではスタート。なんか後ろにかかってる絵がなんとも怖い感じ。わあ、ちょっとなんか出た。なんだなんだ、血、マジでびっくりするな。さあ、自分の鏡を見た。お、ちょ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 、ちょっと待って、ちょっと、なになになに、これこれこれ、どこいう時にパニックボタン連打、パニックボタン連打。うわぁ、びっくりした。垂れちゃったよ。あれ、嘘だ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 。ちょっと待ったー。何かありそうな感じ。やっぱこれも手が伸びてくるのかな。鳥かごの中から手が伸びてくる感じ。お、オウム？お、逃げ出しちゃった。待ってくれ、オウムさん。なんか泣いてるね。なんて言ってるんだろう。IT、あれ、ちょっと待って。あれ、なんだあれ、ちょっと待って待って、なんか、襲われてるんですか。やばいやばい、危ない。なんで、なんて乱暴なオウムなんだ。さすがにこれ、便座から手が出てくるパターンないでしょ。あ、そうか。トイレの匂いか、これ。湯気じゃなくてね。トイレの匂い、実は。したくないってば。怒られちゃった。ジェニファーに怒られてしまった。さあ、開けますか。じゃあ、誰か入ってるのかな。誰か入ってたらごめんなさいね。開けちゃうよ。おお、誰かいる。ちょっと待って、これ、誰だ。うわぁ。ローラ、ちょっと。とローラどうした。おお、なんかできた、やばい、ハサミだ。ああ、ちょっと、助けてください。やばい、なんか来た。あれ、ちょっと出れない。あー、よかった。ちょっと、怖い。来た、シャキンてる。ああ、怖い。この BGM が鳴ってるうちは、まだ鳴ってる、やばい。どうしよう。ちょっと、乱暴オウムに助けてもらうか。お、ちょっと、逆。なんでこっちにいんの？パニックボタン連打。あ、叩かれた。あれ、もしかして。まだ大丈夫。ちょっと待って。来た。え、ちょっと待って。隠れるとこないんじゃない？やばい。バンチキュース、どうする。おーい、ぶつかって、タックル。あ、どうしよう。この先行くとまたシャキン聞こえるんじゃないかな。ほら、聞こえてきたよ、シャキン。なんかある。でもカーソル的なもの。おお、ちょ、待って、パニックボタン連打、逃げろ、叩かれた。おい、なんてこったい。どっか隠れるところあるのかい。どっかカーソル、シャンデリア落ちてくる。じゃあ、来ちゃった。おい、なんてこったい。マジで余裕もない。あや、部屋がなかった。
なんかない。え、マジでパニックボタン連打落ちた。おーい、ドッキリ、落とし穴ドッキリ。なんかあった、なんかあった。よし、隠れよう。多分ここに入れるはず。あれ、え、ちょ、何してんのジェニファーの。あー、そういうこと。あー、来ちゃった来ちゃった。ちょっと登れないわじゃなくてさ、ちょっと連打連打、パニックボタン連打。あ、あー、回復ですか。登れないわって。おおお、なんか良さそうじゃない。あれ、何も、何、あ、ちょっと待った、なんか来た。何も押せないじゃん。でも大丈夫、回復の回復とジンファーなら体当たりで倒せる。シザマを体当たりで倒せる。あー、ダメか、ダメなのか、悔しい。あ、ここは車のとこだ。いや、もうこれあれだな、もう一人で逃げよう。ジェニファー、一人で逃げよう。悪いけど、お友達には悪いけど、もう一人で逃げよう。ジェニファーいなかった。うん、みんなもう先に帰ったって。だからね、私一人で逃げるわ。この車の鍵を使って、だって外の世界が私は待ってるんだもん。どうしよう、どうする。出てきた。ダメか、やっぱり一人では逃げられない。やっぱね、お友達と一緒に逃げないと。あれ、あれ走ったぞ。あれ、お、おほほ、まさか、まさかの。あ、やってもうた、やってもうたよ。エンディングじゃないですか。やっちまったな。エンディングだ。一人で逃げちゃった、やっぱ。一人で逃げちゃったよ、ジェニファー。まさかの。いやー、シンプルなエンディング。お？なんだこのカットは。何かいかにも何かありそうな感じじゃない？意味深なカットでしたね。こうしてジェニファーは孤児院へ戻った。え？彼女が自室で変死しているのが発見されたのは3日後のことである。嘘？デッドエンド。デッドエンドでしたね。得られちゃいましたね。さあ、人形を調べてみる。マネキンにドレスが着せられている。素敵。あかね、一体だけおかしな。あ、ちょっと首落ちた。なんか落ちた。カーソルなくなった。びっくりしたとよ。で、やっぱ出てきた、出てきた。ちょっと、来た。え、ちょっと待って、こっち逃げれないっしょ。行き止まりっしょ。ちょ、なんとか、逃げれ、あー。なあ。予想通りのやられ方。何かあるか、シザーマンが出るか、どっちか。出た、シザーマン。何？あ、違う。なんだろう。目光った。ん？ちょ、あれ？ちょっと待って。何？え？ちょっと、誰これ？誰これ？シザーマンじゃないし。誰これ？何これ。ちょっと。なんだ。シザーマンじゃない、出てきたんですけど。ちょっと。聞いてない。シザーマンしか聞いてない。あ、静かになった。あれ？静かになった。あれ、もしかして、うん、バンザイマンですね、あれね。そう、佐藤さん。あれ、バンザイマンか。あー、バンザイマンね。あれ。バンザイマンだわ。多分大丈夫ですよ。仲間ですよ、仲間。困った時に助けに来てくれるあのバンザイマンですね。
これでシザーマンがね、これでシザーマンが、ね、つぼりますよね、まず。これ多分ね、これシザーマン安けてくれるんですよ、これで。これで一件落着だ。バンザイマン VS シザーマン。助けてバンザイマン。俺のことを呼んだか。シザーマンはどこにいる。呼ばれて飛び出てバンザイマン多分そうだよ。バンザイマン。ああれダメだダメだダメじゃん。バンザイマン、バンザイマンも悪の手先でした。これ飲み物ね。はい。あれ飲んだぞ。ちょっと何買って飲んでんの。うーじゃなくてさ、ちょっとちょっとちょっと、なんで飲んでんの？あれ？捕まっちゃったんだけど。あれ？誰？誰かいる。誰？ヒヒ、あ、ヒヒさんね。違う違う違う。ヒヒって誰？食い物さん。あ、ここか。まさかここでハムを使うとは。おお、こういう展開か。やるね。クロックタワー。ハム。私はハム人間。私はハムジーファーよ。遊んでる場合じゃなくてね。はい、ハムあげますと。あれ？え？え、ちょっと。え？やったー！入れたよー！ゴールドキー最高！誰かいるー？先生！いたんかい。先生の顔怖いから先生、みんながいないんです。大丈夫ジェニファー。怖いわ先生の顔。絶対 D 夫人だよこれD 夫人の顔にしか見えないよ。ん、お酒、未成年にお酒。さあこれを飲んで。嫌な予感しかないですかね。何かを、このゲームの中で何かを飲むっていうのは嫌な予感しかしないですけどね。ほら、やっぱり、予想通りじゃない。もう、また来た、また来た、ここ。また来ちゃったよ。バローズさん。え？あれ？お、何かある。ん？鍵が乗ってる。あ、なんと、佐藤さん、ありがとう。え？なになになに？さすが頼りになる男、佐藤さん。あれ、ちょっと待って、人形がなんか動いてるぞ。やっと鍵を手に入れた。逃げる。勝手に逃げてった。開かない？ここでついに聖堂の剣が出番かな。あれ？なんかダメージ食らっている。え？ちょっと待って。おい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 。死んだ。死んだなんだ今のパペットは。ずいぶん深く降りてきましたね。外かな。あ、誰かいる。誰だ、お前は。誰だお前は。どこのワカメじゃ。さああと追いかけるのかな。こんな感じだとメアリー先生かなぁと。さあ、魔法を使ったぞ。あとは、香水と黒のローブ。なんだ？何かいる？え？おお！なんかいるぞ。犬だ。ホラー映画に付き物の犬だ。どうする？あれ？ここに何もない。え？アイテム使う？こういう時こそ香水？でも特に何もないんですよね。あ！へへへへ。おー、犬にやられたー。お、なんだ？ムービーが。赤い。マグマ風呂ではなかったようですね。よかった。お、これは何か。何かの声がする。あ、アミちゃんさんいらっしゃい。ホラゲーですよ。昔のホラゲーです。レトロホラゲー。ハサミを持った男から逃げ回るホラーゲームです。なんだ？おお、
なんだこれは。鉄尾か？ダッシュダッシュ。アメちゃんさん、いいタイミングで来ましたね。おお、追いかけてきたぞ。おいおいおい。おいおい。まさかの展開だ。あ、転んだ。俺、うわ、来た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 。来てる来てる。どうする？ジェニファー。ラスボスですね。灯油を使うのか？あ、パニックボタン、パニックボタン。パニックボタン。パニックボタンを連打。あれ？登れない。ちょっと、パニックボタン、パニックボタン。頑張れ、頑張れ、ジェニファー。頑張れ。君ならいける。よし、登れてる、登れてる。いいぞ。来た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 。なんか落ちた。おお、バカ。うお、燃えた。やっぱりファイヤー。最後はファイヤー。燃えちゃったよ、巨大な赤ちゃん。赤ちゃんでいいのかな。巨大な人が燃えた。さあ、クリアまで、あと間近でしょう。クリア寸前でしょう。さあ、どうだ？スイッチ押せるか？おお、開いた。よしよしよし。これで時計塔。さあ、ラスト。ラストが近いはずです。お？お？お？これは？3階に行けばいいのかな？斬新なカット割りですね。3回で多分いいんだと思うんですけどね、こういう場合はね。ん？なんか来たぞ。ラストシザーマンか。来た！聖堂の剣使おう、聖堂の剣。さあ、ラストシザーマン。と思いたい。ラストシザーマンと思いたい。さあ、ジェニファー逃げる。来た来た来た。どうする？スイッチ入れた。よし、なんか入れたぞ。これで？時計塔のスイッチ入れた。あれ？シザーマンが取りすぎていく。どこに行く？あれ？どうした？シザーマン。ハサミ投げちゃった。あ、落ちた。落ちた、シザーマン。あ、なんだなんだ。ちょっと待って。おい、パニックボタンか、今の。油断してた。嘘でしょ、今のって多分先生でしょ。さあさあどうなる。さあ、パニックボタン連打準備。来るぞ来るぞ、先生出してくるよ。来た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 。パニックボタン連打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 。よし。おお、まさかの、まさかの電気ショック。先生自業自得ですよ、これはね。うわー、びっくりの展開。さあ、ジェニファーはスローウォーキングでどこに行く。エンディングかな。先生とシザーマンの謎は果たしてエンディングで解けるんだろうか。あ、いかにもエンディング。雪降ってるのか雨降ってるのか、どっちだろう。とりあえずエンディングですね。うーし、なんとかクリアまでいけたかな。さあ、エンディングね、ストーリー気になりますよね。さあ、エンディングに謎を解いてくれるのか。終わりかな。メモリーカードチェック中。終わったか。エンディングは暗記します。ってことは謎は解けないのか。なんてこったい。ふう、終わってしまったよ。ということで、先生とね、シザーマンの謎は結局解けないまんま終わってしまいましたがね。ひとまず今回の配信はここまでにしたいと思います。長時間配信になってしまいましたね。思わず長時間配信になってしまいましたがね。はい、今回の配信はここまでにしたいと思います。コメントいただいた皆さん、ご視聴いただいた皆さん、ここまでありがとうございました。またね、何かレトロゲーム、特にね、レトロホラーゲームね、やっていきたいとは思っていますので、また次回お楽しみにということで、それでは皆さん、バイバーイ。